最後にこの大事に作った歌を大事な仲間たちと一緒に歌って終わりたいと思います。改めて今日の出演者を紹介しながら歌いたいと思います。あ、私が弾かないとこう演奏とか始まらないですすいません。まず、オープニングアクトを務めてくれましたゆらゆらボーイズ、ここにじゃあゆれゆれも最高だね。ありがとうございます。こんな子供の時からね、音楽とか全然、私はギターなんて触ったこともなかったですから、こうやって、音楽がね世代を超えてつながっていける R にもう一度大きな拍手を送りたいと思います。素晴らしい、ありがとう。そして、小学生代表、中学生代表、素晴らしい歌声聞かせてくれました、楓バーン、イエーイ。バンドの皆さんもね、上がってきてもらって、で、そして、この2つのオープニングアクト終わって、私たちと共に、東京からやってきましたエニシーズ、はい、あ、いいよ、いる人だけ出てくる、来てくれればいいです。そして、今回 R では初と聞きました、私ダンス大好きで、フェルミコさんかな、もういないかな、大きな拍手をお送りください。そして、誰よりも機材が多かったテレビ2台を運んで、来てくれました、キッカーの皆さんに大きな拍手を。そして私本当、結構ラッパーの方とやる機会も多いですけど、彼は私個人的に本当に感動するというかね、心に響くリリックを本当にありがとうと思います。楽団一人、そしてトリプルアンコールぐらいやってくれましたケトラック、大きな拍手を。そして、今日、作ってくれている、スタッフのみんなにまた大きな拍手をお送りください。ついでに宣伝もしようと思えば、R っていうバッジがあって1個300円なんですね、後ろに売ってて、よかったら今後の R の活動費になりますので、ぜひ皆さんゲットしてください。すごいかわいい、R のバッジも、ぜひゲットして帰ってくださいね。はい、そして、みんないいよ、上がりなよみんなありがとう。なんか興奮してすごいマイクスタンドがすごいね、短くなってたけどありがとうございます。そして、今回も、彼がいなければこの、フェスティバルもありませんよね。矢口くんの大きな拍手を。節々に現れると思います。石巻も自分たちで機会増やしてまたツアーで巡りたいなって思います。一度行った場所を一度きりにしないで二度三度訪れてこそツアーバンドだと思う。だからそれを目指して私たちも旅を続けます。今日のことも全国のみんなに話をして回っていきます。 Right. 最後にね、みんなで歌える歌を用意してるので、そうですね、傘も時々楽器になる、開けトラック、まあ、ケトラックの皆
何でも楽器にできますからね。傘だけじゃないですからね。今この後何をやってくれるかも楽しみですね。ハードル上げたりしてそれは私のギターケースだからよかった、嬉しいな。今回もみんなとこの場所を作ることができて最高の幸せです。ありがとう。You got